デリー・リュウキン・バレリー・ビクトロビチ・リュウキンは、現在のカザフスタン・アクトベ出身の旧ソビエト連邦の男子体操競技選手である。1980年代後半から1990年代前半に、かけてのソビエト男子体操前世紀に、チームの中心選手として活躍した。現在でも実施する選手が、ほとんどいない床運動の、後方抱え込み三回中返り、鉄棒の、 新進シンシンとカチェフ一回ひねりといった難度の高い技を実施するのが特徴であった。これら二つの技にはそれぞれ、リュウキントンの名が付けられている。現在はアメリカに在住し、永住権を取得し、更新の指導に当たっている。中でも、直接指導している実施のナスティア・リュウキンは2005年メルボルン世界体操選手権で、女子個人総合2位、種目別団違い平行棒などで優勝。 また2008年北京オリンピック個人総合で優勝し、それぞれ親子2代で金メダリストになった。なお2005年に国際体操殿堂入りしている。ありがとうございます。